2024年7月12日金曜日から映画キングダム大将軍の帰還の公開が決定しています。週刊ヤングジャンプで連載の人気コミックキングダム漫画は単行本の累計発行部数1億部を突破したほどの人気の作品の映画化となります。映画は2019年に実写版第1弾のキングダムが公開されて以降シリーズ化、キングダム2、遥かなる大地へ、キングダム、運命の炎と続いて公開されてきた3作の映画は連続で邦画実写ナンバーワンを誇るヒット作となりました。紀元前の中国春秋戦国時代を舞台に天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年秦と中華統一を目指す秦の若き王霊星を壮大なスケールで描くキングダム。前作キングダム運命の炎では秦と王騎が初めて同じ戦場に立つ馬陽の戦い王霊星に大きな影響を与える過去を描いた地下編が描かれました。映画キングダム大将軍の帰還では馬陽の戦いの続きが描かれることになります。今回はキングダム大将軍の帰還の新たな追加キャストについて映画に出演しているキャラクターとアニメのキャラクターを比較しながらご紹介します。ネタバレも含みますのでご注意ください。宝剣吉川晃司、自らを武神と称する大柄な男で普段は人里離れた山奥で腕を磨き続けている。長いザンバラ髪と過去王騎に敗れた時につけられた顔の傷が特徴の弓道者。武器は先端が極端に沿った形をした薙刀のような矛で戦う。尋常ならざる修行の果てに長時間神を宿す力を手に入れており、その武力は人の域を超えていると言われている。紀元前253年、馬陽を攻めていた秦軍本陣を襲撃し、六大将軍の一人豹を一騎打ちの末に殺害するが、直後に劇場に駆られた王騎に顔を切られ敗れる。尋常ならざる修行の果てに神を宿す力を手に入れ、人の力を超えたにもかかわらずただの人のはずの王騎に敗れた。この理由と答えを求め宝剣は再び山中に戻り、身体を癒しつつ修行を続けることになる。李牧、小栗旬、小国における最強の武将の称号、三大天の一角をなす人物。秦と趙の新たな戦いとなった馬陽の戦で初めてその姿を現し、以後は趙の司令塔として秦と幾度となく戦っていくことになる。どこか涼しげでひょうひょうとした立ち振る舞いで平時はあまり殺気を感じさせない。また敵味方問わず無意味な死を嫌っており、戦闘員を殺めない、味方の損害を増やすと分かっていることは行わないといった独自の考えを持っている。自身も歴戦の武将であると同時に知略に優れた策略家という顔を持つ。中華統一を目指す主人公秦たちにとって国外における最大の敵、荒木優子、秦の六大将軍の一人で同じく六大将軍である王騎の求め使いであった。常に仮面で顔を隠した素性不明の人物で、六大将軍の中でも苛烈な戦いぶりで知られた。実は小王の娘で姓から見ると王馬にあたる。本来なら王族の一員たる高貴な出自であった。旧女であった聖母の身分が低いため寵愛を妬む輩による暗殺の危険があり、母は焼身自殺を装って知人に彼女を託し豹の命を守った。その後はその知人を介して王騎の家の召使いとして育ち、それと同時に王騎を間近で見てきたことで武芸の達人へと成長する。一方で幼い頃から王騎に憧れており、己が成長して城を100個取った暁には自分を王騎の妻にしてほしいと彼に約束させる乙女な一面もあった。王騎、大沢たかお、かつて小王の下で中華全土を震え上がらせた秦の六大将軍最後の生き残り。秦の会長という異名を持つ。分厚い唇に巨大な体躯、3つに分けられた顎ひげが特徴。ひょうひょうとした性格でどのような状況でも冷静さを失わない。常人では持つだけでも難しい王矛を振る圧倒的な腕力と武勇、そして戦場全体を見通す高い知略の持ち主で、復官党をはじめとする非常に盛況な配下を従える。伝説的な英雄だが、将王や戦友たちの死、台頭した旅士による戦の私物化などから戦いへの情熱をなくす。その後も一戦を退いていたが、腕は衰えておらず羅漢平原戦にもちょっかいを出している。そこで秦と対面し、将軍がいかなるものかを説いた。将軍の襲来に際して将軍に復帰、かつて同じ六将軍であり
結婚の約束をしていた豹を殺した宝剣が長軍の総大将と知り、過去の因縁に決着するべく新軍総大将として因縁の馬陽へ出陣する。今回はここまで。ぜひチャンネル登録お願いします。またね。